高く上がってレフトへ、レフトフェンスについて見上げて入った。滞空時間の長いホームランの第2号。打球左中間、体温残してるぞ。そのままこれはフェンスを越えてホームラン。高々と、うん、どうかボールの遥か上ですが、右かどうか、入りました、ホームランです。山川確認してから今ようやくスタートを切って1塁ベースの方へ向かってきました。インコースってこれも高々と前が上がった。ヘッドも見上げている。今度はどれから行くのか。中盤最後は飛び込んできました、ホームランです。山川